1989年から1993年まで放送されたアメリカの TV ドラマ。主人公がクオンタムリープというタイムトラベルを繰り返し、その時代の名もなき人々を助ける SF である。スコット・バクラ主演。現在は、量子長役と訳される、量子力学用語で、原子のエネルギー順位が瞬間的に変異する現象を指す。また、英語では、 飛躍的進歩の意味でも用いられる。本作では主人公サムは未来人であるが、このリープによって精神のみが過去の人物と入れ替わり、何らかの使命を果たすことで次のリープへと移るということを繰り返す。いずれにしても、砲台のタイムマシーンとはいささか趣きが異なる。リープはジギーと呼ばれるコンピューターが管理しており、サムの相棒、 あるはサムにしか見えないホログラムとして登場し、ジギーの予測などを伝えて彼を助ける。2006年に13年ぶりとなる新作が制作されると発表された。ゴールデングローブ賞、なお、スコット・バクラは、男優賞に1991年から1993年まで3年。連続ノミネート、ディーン・ストックウェルは、 助演団優勝に1990年から1993年まで4年連続ノミネートされた。エミー賞、その他1990年から1993年までの間ノミネート多数。中でも、スコット・ワクラとディーン・ストックウェルは、主演団優勝と助演団優勝にそれぞれ4年連続ノミネートされた。パイロット版は、VHS ソフトで発売、レンタルされた。 シーズン1とシーズン2はワウワウの平日午後7時台に行われていた海外ドラマのノンスクランブル放送枠にて1992年9月から1993年7月まで毎週金曜日に日本初放送された。1996年10月から1997年6月まで TBS で毎週火曜日、後に水曜日に深夜放送された。 シーズン3からシーズン5は、サイファイにて2008年に日本語字幕にて、日本初放送された。A. クアンタムリープ、ap, A. ボールドリープフォワード。ありがとうございます。